はい、ありがとうございます。先ほどまではキカさんが海外に興味を持ったきっかけっていうところから、学生生活何してるのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画ではどういう企業選択をしてるのかっていうところから、何してるのかっていう部分をお伺いしたいなと思ってまして、うん、大学生活、はい、めちゃくちゃ頑張ってたバイト、はい、AFS で授業、この3つやってたと思うんですけど、それを踏まえて大学4年で大学院に行くっていう選択肢もあったし、はい、就職っていう選択肢もあったじゃないですか、はい、どういう選択されたんですか？そもそも僕結構研究がすごい好きで、あ、そうなんですね。再生可能エネルギーで地方創生をしていくっていうその研究にすごい惹かれていて、それをすごい突き詰めようかっていう、大学院に進学するっていう選択肢と、逆に実技からそういうことに携わってその大学院の方向に行くっていう専門性を高めていくっていうところの方向性に行こうかなって実は思ってた時期があったんですね。だからその当時実務の方に行きたいっていう思いがあって、まあ、就職活動してたんですけど、なかなか受かんなくて、うまくいかなかった面接通る最終とか行くけどみたいな。そうなんですね。なんでなんだろうとは思ってたんですけど、こだわり強い人間いらないだろうなみたいな、そんだけ強い思いあったら自分でやれよみたいな感じで多分思われてたんだろうなって今だったら分かるんですけど、なるほどなるほど。でその中で拾ってもらった会社があったんですけど、ただ自分の中ですごいその会社には感謝もしてますし、こんな人間でも拾ってくれてよかったなとすごい嬉しかったところあるんですけど、やっぱりなんかこう考えていく中で自分の中ですごくその会社に行きたくないっていう気持ちが、なんでまあなんか自分の中で刺さらなかったんでしょうね。そうそうそう、うん、就活を終わらせるために受けて内定もらった会社だなっていうのがあって、それを内定を辞退させてもらって、うん、はいはい、10月ぐらいにもう一回仕切り直して就活やり直そうっていうので就活浪人の選択取って、うんうん、あ、そうなんだ。はい、その就活でユーグレナに出会って、うんうんうん、ユーグレナに入るっていう流れです。なるほど、ありがとうございます。ちなみにユーグレナさんだったらピンポイントで、あ、いいなって思った理由って何かあったんですか？そのままの感情でユーグレナを見つけても多分僕はいいなと思わなかったかもしれないなと思うんですけど、うんうんうん、下準備はあったとはいえ、ユーグレナに僕がすごく共感したポイントは、本当に自分の中で自分のゴールと共感できる目的意識がある会社だなと思った、うん、はいはいはい。その当時、今はちょっとフィロソフィーっていう形が前に出てて、パーパスっていうのがあるんですけど、そのパーパスが理念だったんです、うんうん、でそのパーパスって何かっていうと、人と地球を健康にする、うんうん、地球環境への意識だったりとか、地方創生やりたかったのも地方を元気にしたい、うんうん、まあ、僕地方出身なんでそういうところに関わっていきたいって思いがあった時に、いわゆる途上国でのそういった活動をやってる、うんうんうん、と時にこの会社に入ったらいろんな方面から情報も集まるし、いろんなところに関われるチャンス、最初は自分がどこに行ってもこの目的は達成できるっていうところの確信みたいなのがあって、ユーグレナがすごい今の会社がいいなと思ったって感じ、はい、なるほど。ちなみにユーグレナさんって具体的には何されてるんですか？収益の母体はヘルスケア、うん、なんで健康食品って言われているものを取り扱ってて、サプリメントだったりとか飲料だったりとか、あとは化粧品もやってます。そこがもう収益のほとんどで、今メディアとかにたくさん出てるようなところがバイオ燃料事業でっていうところで、バイオ燃料のそのままの通りで環境意識が高まってる中で、化石燃料を使うのってどうなのっていうところで、自分たちはだいたい燃料としてバイオ燃料を使っていきましょうっていうところをビジネスとしてやっていくチャレンジをしている。でその軸になっているところが、別にユーグレナにこだわってるわけじゃないんですけど、社名の通りユーグレナっていう素材を使って展開をしていきましょうっていうところ。あ、そうなんですね、はい、その会社の中で、はい、北さんは何されてらっしゃるんですか？僕今はドラッグストアに自分たちの商品を卸す、商品を買ってもらってお店さんの棚に並べてもらうっていう仕事をしてます。そういうことですね。だからサプリとか健康食品とか、はい、そういったものを各薬局さんに置いてもらえるようなところの営業アプローチしてると。そうす、置いてもらって消費者の方々に手軽に取ってもらえるようなことをしてるっていうのが自分の仕事です今。なるほど。ちなみにユーグレナさんで働いてる方ってどんな方が多いんですか？いろんな人っていうのが、ちょっとなんかあの真面目な方が多いですか？いろんな人っていうのが、はい、多分いろんな方がいますよって誰しもが言うと思うんですけど、はい、もっと具体な話をすると、うんうん、
ユーグレナっていう会社って何か一つのことをやってる会社ではないんですね。なるほど。それこそじゃあ健康食品をやっていてバイオ燃料をやってる会社って、うん、国内含め世界にどんだけありますかって。いや、なかなか見たことないと思うんですよ、うん。まあ、サプリだったら普通サプリに特化しますからね、はい、例えば健康食品のカテゴリーで売り方が分かれるっていうのは分かると思うんですけど、こちらその通販もあって流通っていうオフラインの売り場があってっていう話なんですけど、でもバイオ燃料があってっていう話って、でバングラディッシュの事業もあってみたいな話ってなかなかないと思うんですけど、でそれで何が起こってるかというと、転職してくる人が多分今8割ぐらいなんです。あ、新卒ではなくて中途で雇われてる人が基本多いんですけど、そのバックボーンを持った人たちがいるってなると、その事業部単位とか入ってくる人を見てくると、バックボーンバラバラなんで、確かにこんな人もいるんだみたいな、多様性みたいな、そうそうそう、本当に多様性が生まれてるんですよ。へえ、そうなんだ。え、皆さんはなんでユーグレナさんが面白いと思って来るとかって聞いたことあります？ありますけど、それも理由多分多種多様だとは思うんですね。僕の部署で聞いてるのは、可能性がありそうな会社っていうのは言っていただいたりとかしてますし、お子様が生まれてお子様の未来を考えた時に今のままでいいのかっていうところに気づきがあって、うちの会社でその未来に対してまアクションを取っているっていうことを評価していただいたのか、入ってくださる中途入社の方々っていうのはいますね、結構。なるほど。ちょっともう一回聞いてみたいですけど、最後に中にいる人たちだからこそ分かる魅力っていうのをちょっと最後聞いて終わりにしようかなと思ってるんですけど、はい、なんかあります？ちょうど昨日かな、同僚たちと話をしてたんですけど、中途が多いので、なぜなんかうちの会社を辞めないのかみたいな話。なるほどね。辞めないのかってすごいネガティブですけど、どちらかというと居続けられる要素は何なのか、辞めてきた人たちが多いので、僕は新卒でずっといるんですけど、でもちょっと共感できるところがあるとすると、僕は内定自体をしてきてるので、働いてはないですけど、その会社に入らないという選択をして会社に入ってるんで、何が違うのかって考えた時に、一番最初に僕の表面的なところで共感できる目的があるんですけど、じゃあ中に入って分かったこととしては、目的意識が高いがゆえに、その目的を達成できたりとか、目的を達成している以上、何をやってもいいとは言わないですけど、ある程度自分の行動に対して寛容、なるほどね、すごい自由に行動をさせてもらえるっていうのは、ちゃんと達成できる見込みがあったらそれを実現させてもらえるっていうのは、ああなるほどね。なんか目標があって、例えば営業ゴリゴリの会社だったら、ある目標があったとしたら、その営業担当者は全員同じ形で動くみたいな、同じプロセスで動くっていうケースもあるじゃないですか。あります。でも目標に対して達成するためだったら、どんなアプローチをしてもいい、ある程度、ある程度。あ、すげえ。それは最初型を固めてもらうとか、そういうのはありますよ。僕も新卒なんで何も分かんない中で、僕の上司がいるんですけど、その上司にすごく型を教えてもらった中で、その型を学んで自分が何をするべきなのか、これはやっちゃダメっていう線引きができた上で、じゃあそこからどう行動するかっていうのは結構任せられるというか、なるほど、どうしたいのみたいな感じで聞かれる、はいはい、あ、そうなんだ。これ難しいところですね。二極化すると思ってて、もちろん与えられたタスクをしっかりとこなせる人もいるじゃないですか、はいはい、そういう人たちはユーグレナさんはもしかしたら合ってないかもしれないですね。うん、でも自分たちで達成するためのこのフレームワークの中でどうアプローチできるかっていうところを自分で模索できて、アクションできる人はめちゃくちゃ活躍できるかもしれないですね。活躍もできますし、そういう居心地がいいかもしれない、もちろん部署によって全然違うと思うんですよね。部署によっては違うと思います。あ、なるほど、そうなんだ。僕が新卒として入って居心地の良さを感じるのはすごくそこかなっていうふうに思います。そうなんですね、はい、面白いな。ありがとうございます。この動画ではユーグレナさんに就職して、今は何してるのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画ではクミコっていう団体も団体って言ってるんですか。まあ、任意団体です、はい、まだ法人化してないので、はい、っていうところもされてらっしゃるってお聞きしたんで、ちょっと何されてるのかってところをお聞きしたいなと思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。